当だそれ知ってる俺俺やっちゃいました。それ知ってる。直せるもんな君多分な。さあやっていきましょう。くーるくるくるめいたエンジンルーム。あべ早かったかな。あでもピカさんが湧いてるから大丈夫か。よいしょ。ああまあキッチン置けばいいかな。ナイスー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 。いいよ。うん。今回も三浪いんのかな。うん。うん。可能性ありますね。やえな。人狼の人手挙げて。はい。お。まず一浪。はい。残り二浪投票者。あ、誰もう一人。メアです。はい。あ、じゃあ撤回です。あの。メア確定。じゃあメア確定。メア確定。スラモッター。スラです。スラです。クルスラ。これね、メアさん今出現しましたよ。お、何？今回も今三浪いるんですかねって言ったじゃないですか。うん、梅県のクルー視点付けしてますね。なるほど。なるほど。オッケー。見えてますね。でもあのインポスターより梅県さんのクルーメイトの方が怖いと思うよ俺。確かに。やめたれや。真の敵は味方にいるみたいな。そういう感じ。誰かなと思って。誰かに言ったら。7個とアルトになったんで7個アルト2浪ですねこれ。あどうぞどうぞ。握手しました。僕は違います。いや普通に考えてインポスターより怖いでしょあれは。梅健さんのクルーメイトは梅健さんのクルーメイトほど怖いもんないでしょむしろ。どう話聞いててもさっきのはやばいよな。死体踏んづけて死体踏んづけてるってどういうことだよ。オラキュンオラキュン一緒に配線タスクやらないか。俺と一緒に配線タスクをやらないか。俺と一緒に停電直したりしないか。はいはいはい。オラフキュン、もしかして直しに来てくれたんだね。オラフキュン、ありがとう。オラフキュン。電気室のタスクがあるな。そしてシャワー室だな。キラさんがエンジンを左、キラさんが上に行った。え、何やってるの。はい、あら、これはいいね。レイスではない、ピカクロスさんの死体が、セキュリティの一番右奥のところにありました。セキュリティの一番右奥の、バイタルで見たときにもうな、もう2人とも死んでた状態ではい、で、探してたら発見って感じです。セキュリティの一番ちょっと右奥ってどこ。あ、ごめんなさい、あ、セキュリティじゃないわ、エレクトリカルだ。エレクトリカル、ああちょっと今びっくりしました。いや俺が一番びっくりしたよ。ずっと俺セキュリティ見てたから俺ずっとセキュリティいたんだよ。メア君だったのね。あれ光ってた、うん、あとね最初ピカさんも一緒に見てたのね。でピカさんがセキュリティカメラ見てて僕が後から見出したタイミングでピカさんが、右の方に、はい、エレキの方に行ってるんだよね。あはいはいはい。あそしたら、うんうん、あ高田さんと僕見たのってメアさんですかね。あ、そう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 、高田さんとアベレージ君が金庫室にいるのは見た。うん、待って、七子さんが喋りたそう。ありがとう、兄貴。ごめんなさい、ごめんなさい。ありがとう、いいのよ。32秒前にハイブリさんが死んでいます。あ、32秒。32秒。じゃ結構前よね。ワンチャン一人が2キルはできなくもないって感じ。ハイブリさん、ハイブリさんシャワー室にいたぞ、そういえば。あの、梅健さんと俺がタオルタスクやってる、ちょっと前。え、いました？いたいた。ハイブリさん絶対いた。あ、そう。ただ下の方にいたから上に上がっては来てないと思うんだよね。停電してる時に抜けられてたらわかんねえけど、ただ閉まってたよね。上閉まってましたね。僕タオルアルツさんとやってて閉まってましたね。アーカイブもその後来てない気がする。だから多分こっち来てないよ。
一応アーカイブに梅健さんがずっといる状態で、シャワールームからアルトさんが抜けてるのは確認してるから、うんうんうん、でも時間が32秒前とかあったらアルトさんも全然容疑者に入るんじゃないかなって。だとしたら俺が、うん、ハイブリさんがシャワーに行った証言をしなくていいと思っていて。あ、なるほどね。うんうんうん。じゃあ七子さんってどうやって来たんですか？さっき言った通りメディカル見てエレクトリカル通ってセキュリティで、カメラ見てる名屋さんを見ながらキッチンの方来てって感じで、うん、鬼木と合流したんです。ね、今回のキルどっちも右なんだったら竹尾さんは難しいんじゃないかなって思ってるかな。竹尾さんはエンジンルームから左に行ってるのを確認したので、はい、でその後高田さんと七子さんに会ってます。あ、本当ですか。武器庫キッチンあたり、うん、OK です。うん、竹尾さんは多分ね初手の初手でやんないと無理な気がする。初手の初手でやってたら多分アルトさんが行ったタイミングで見てるはずだから、竹尾さんは今回はやってない。ダブルキルなんだとしても関わらない気がするね。はい、竹尾さん白置きします。今だけ、今だけよ。はいはいはい、ありがとうございます。ハイブリさんの情報を出すと、僕が梅健さんがタオルをやって、アーカイブ、多分梅健さんが停電直してるのかな。僕何も触ってないです。ああ、じゃあ完全にアーカイブの中に2人でいますね。うん、その間の間が結構長かったのでハイブリさん結構移動できると思っていて、うんうん、上に上がってきてないので、うん、メインホール、エンジンルーム、エレクトリカル、もしくは診察の方までは行けると思っています。ああ、なるほど。エンジンには多分来てなくて、エンジンで見たのは、アルトさんがアーカイブに登る前に竹尾さんがコックピットの方に向かっているのを見て、その後にアルトさんがアーカイブに登ったタイミング、多分そのタイミングではハイブリさん生きてたんだよね。そのタイミングで、高田さんがコックピットの方からエンジンに入ってくるのを視認しているので、うん、高田さんも、その後金庫にいることから、結構厳しそう。ちょっとずれてるか。ハイブリさんを見たのは僕がタオルを集め終わる時だったので、タオルを入れてる最中はハイブリさんはもうわからない、どこに行ってるか。まあ、とりあえずハイブリさん位置不明そうなんでピカさんの方洗いますか。はい。でエレクトリカルの右上なんだよピカクロスが。うん、はい。今回さ、今のターンってヌーン誰も動かしてない？動かしてないと。どっちにあるか知ってる人いない？左側にあったと思う。俺とオラフ君がミーティングの方を登ろうとして。あ、そうですか。左じゃ左。はいはい。アベレージって最後どうやって金庫来たの？最後は、一応僕初手シャワー通ってるんですよ。最初アーカイブ脇でアーカイブタスクやった後にシャワーも素通りして、うん、そのままメインでタスクいくつかやって、でエンジン金庫ですね。そうなんですか。あ、でもいや、あそこあれか。まあ映んない、うん、まあ、あそこは映んないもんね、うんうん、そうですね。左側の方は行ってないですね。アーカイブでも梅健さんしかごめん見えてないね。タイミングがもしかしてちょっと遅かったのかもしれない見てるタイミングがね。メイヤさんの前がカメラ誰でしたっけ？ピカさん。あ、とにかくそれなんか映ったりとかは。あ、ピカさん、そういえば最初言ってましたね、うん、セキュリティの方。うん、で僕そっからずっとカメラ見てるから一応いろんな人が視認してくれてると思う。視認権がしてると思うんだけど。インポスターうまいね。うん、ダブルで結構つまんないってあれは。うん、阿部さん結構怪しい位置になる感じがしたら、高田さんと竹尾さんは白置いて良さそうだけどな。左での結構視認時間が長いんだよね。アルトさんは分からん。1 2、いいね、高田さん、まあ、高田竹尾は白置きするか。お腹空いてきた。あれ、上の勝ちやって、うん、1超直近。はい、高田さんか。超完璧。メインでガチの直近で、これ完璧完璧。バイタル見てました。めっちゃ直近です。ガチの直近なんだ。これ、はい、アベレージ君嘘ついてますね。僕がバイタル見てました今。いや、僕見てました。アベレージ君いなかったです。
おー。対抗か。なるほど。はい、僕の方が直近っていうのを早く出してるので、アベレージ感嘘つけなくなってたと思うんですけど。で、明薬は去年の、直前、ピカクロスハイブリの時は、セキュリティをかなり長い時間見てるはずなので、うん、キルに関わりづらいと思っているから、うん、じゃあもうアベレージさんかな。アベレージさんになるかな。うん、今一応、ナナコさんとタキオさんは、通信室でもういた感じなんで、うん、一緒にキルなら無理です。今、アベレージさんが一番最初に直近って言いましたっけ？いや、僕だね。メイヤさんか。メイヤさんが言いましたね。メイヤさんしてはバイタル見てて直近やったよね。てか、バイタル見ててというか、僕が今エレキから入って、バイタルに誰もいないところでバイタルを見た瞬間に高田さんが死んでるのね。うん。で、見た瞬間にボタンって感じ。見て、死んでボタンっていう、もう本当に1、2秒の出来事だったから。はい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 。アベレージさんいないし、うん、うんうんうん、付近に高田さんもいなかった。高田さんは上に行ってる、メインホールの方に上がってるエレキから。じゃあそっちは、うん、アベレージさん、メヤさんに1としてもそっち洗いましょうか。だからアベレージさんがいない可能性。メヤさんのルート教えてもらってもいいですか？僕はずっとエレキにいた。メインホールは行ってエレキでタスクをしてる時に、高田さんが1回降りてきて上のスイッチをやってメインの上に上がって、で僕はエレキのタスクが終わったので診察室行ってバイタルみたいな時間軸。僕全然見てなくて、最初貨物で湧いて、ガソリン拾ってからすぐ診察のドア開けて下行って見てましたね、ずっと。他誰か一緒だった人いますか？なんか2人一緒だった。ずっと見てたっていうのがまずおかしくて、コミサボなってたんで。おー、ほんとだー、それ知ってる俺。俺やっちゃいました。それ知ってる。直せるもんな、君多分な。誰コミサボ直したのは？それ知ってるやつやー、めちゃあおもろ。まあでも、これやったことある。やったことある。スキルここに。怖いよねそれね。元気出してね。超煽って、超煽ってんだけど、あの人。クソ煽ってんだけど、マジで。おーい、いや面白すぎるな今の。そう、コメサボなってたから俺はエレキであれだったからね。コメサボなってたよね、間違いなくね。マジの仲間見つけて嬉しそうすぎた今の。めちゃくちゃおもろいな。いや面白すぎるだろ。アベレージ君、あ、よかった。でも高田さん、そうだね、アベレージ君の行動に不可解な点を入れてたから。あ、許さん。パスだ。おい、メイヤさんの死体が、うん、ラウンジの配線のちょっと下あたりですかね。ラウンジの配線の配線のちょっと下。ナナコさんがコミューサボがなる直前にアドミン見てラウンジ2だった。うん、なるほど。うん、で僕はシャワーも2見たかな。梅健さんとアルトさんが追い抜いて入ってるから、うん、ちょっと戻ってきてたら。あれだけど、どこからどこから。俺全然そっち行ってないけど今。メケンさんセキュリティらへんまで来なかったっけ。セキュリティはいましたよ今。ラウンジって言いましたよね。ラウンジですよ。だから僕が、そこでメケンさんを見て、そうテープやってる時に通り過ぎたってことか。通り過ぎて、でシャワーでアルトさんを追い越して発見なので、まあちょっとオラフ君の経路みたいですね。はい、僕はまあ、タキオさん、どうせでも言ったらいいやろ。まあ、タキオさんと、僕はキッチン脇でセキュリティ、エレクトリカルって言って、タキオさんとエレクトリカルですれ違った後に、メインホールで、カードじゃないわ、写真入れるタスクをして、コミソコなったんで、エンジンっていうところで、今、エンジンです。まあ、ナナコさん、一回外して、うん。アルトさん、どういうルートで来ました、セキュリティ。僕はね、七子と武器庫あたりで、うん、僕が武器庫入って七子が上行って、でそのままエンジン、メインホール、メインホールのドアが1回閉まって開けて入って、その後ろに滝尾さんがいたかな。で滝尾さんが俺のことを追い抜いていくって感じなんで、多分秒数的に
キルクル溜まって割と早いですよね。いや、結構余裕あった。結構余裕あった。ああ、そっかそっか。僕、オラフ君落としたいですけど。え、竹雄さんは。わかんない。七子さんが。一偽装とか追わないんですか、うん、七子さんの。いや、まあ、絶対、七子さん後ろに置くなら僕落としてもらってもいいんですけど。ただ、俺は、まあ、じゃない俺は鬼木についていくって決めてるからな、君から。あ、置いた。うん、落としていいと思う。行ったな。なるほど。なるほど。七子は白いから無理。ああ、ね、そういうことね。うん、七子さんは白いね。俺白いんだな。ナイスー。ナイスー。白いな。白いよ。白いな。かなり白かった。七子はね、うるさくて白になるからインポスター目線絶対。逆にインポスターの時つけてごめんね、本当に。ネタでごめんね、パッションでしたってごめん。よかった。いや、めちゃわかるよ。めちゃあれはわかるよ。いや、七子さんのさ、殴りよ、もう。いや、マジでかわいそうだった。結構あれだよ。全力で俺とピカ君で慰めてたよ。いや、そうだよ。あれは殴りじゃないから、共感やから、俺は。もう仲間見つけて超嬉しそうだったもんね。ね俺もやったことある。ある。かわいくてしょうがなかったよ、もう慌てて。あるよねー。行きましょう、次行きましょう。じゃあ、行こう。お願いします。お願いします。